静岡市清水区の東海大学附属静岡翔洋高校。あと5分ほどで発表が行われるんですが、こちらでは去年に引き続き2箇所に掲示板を設置して密にならないよう感染対策が取られています。緊張した表情の受験生たち。正午を迎え、合格した受験生の番号が記された掲示板の幕が外されました。自分の番号を見つけた受験生たちはスマートフォンで写真を撮ったり、家族や友人と喜びを分かち合ったりしていました。一生懸命勉強してきたのですごく嬉しいです。すごく安心しました。今まで受験で頑張ってきたので、部活と勉強を両立して、はい、頑張っていきたいです。今日は県内39の私立高校で合格発表が行われました。多くの受験生は公立高校を併願していて、来月3日の筆記試験に向けて気を引き締めていました。